ロッテ・ライニガーはドイツの映画監督で影アニメーションの先駆者である。マルチプレーンカメラを最初に使用したことでも知られている。40本を超える映画を彼女自身の発明品を使って制作した。代表作は現存する世界最古の長編アニメーション映画アクメット王子の冒険パパゲーノなど。1899年6月2日に ベルリンのベルリンシャルロッテンブルク地区で生まれる。父親はカール・ラインガー。母親はエレオノ・レリーナ・ビルヘルミーネ・ラケッテ。子供の頃、中国の戦士に魅了され、自分で人形劇を作り家族や友人に披露した。10代になると映画に関心が向いた。最初はジョルジュ・メリエスのトリック撮影、それからパウル・ベゲナー監督、主演の巨人、ゴーレムが好きだった。 1915年、そのベゲナーのアニメーションの未来についての講義を受講。両親を説得して、ベゲナーの所属するマックス・ラインハルトの劇団員になると、裏方として衣装や小道具を制作した。さらに、俳優たちのシルエットの肖像画を描き、ベゲナーの映画のための字幕も作った。1918年、ベゲナーの映画、デア・ロッティン・フェンガー、 フォン・ハーメルンのために作った木のネズミのアニメと字幕が認められ、実験アニメと短編映画のスタジオ、アンスティチュフィア・クルトゥア・フォーシュンに入る。そこで、後にライニガーの共作者、夫となるカール・コッホやハンス・キュリス、ベルトルト・ブレヒト、ベルトルト・バルトーシュといったアヴァンギャルド芸術家たちと出会う。ライニガーの最初の監督作品は、ダス・オーナメントでフェルリプトン・ハーツェンス。愛する。 恋人たちを描いた5分ほどの短編が好評で、アニメ産業への道が開けた。それから数年のうちに、シンデレラなど6本の短編を制作。プロデュースと撮影はすべて夫のカール・コフホだった。さらに、広告映画も監督。バルトーシュ、ハンス・リヒター、バルター・アルットマン、オスカー・フィッシングートともに、ドイツのアニメ界の中心的人物となった。1923年、 銀行家のルイスハーゲンの資金提供により、千代人う物語をもとにした、アクメット王子の冒険の制作を開始する。しかし、簡単な仕事ではなかった。私たちは考え直す必要がありました。聞いたことがない話だったからです。アニメ映画は観客を笑わせることはできますが、10分以上楽しませた人は誰もいませんでしたから、映画は1926年に完成した。 配給会社を見つけるまでほぼ一年かかったが、ジャンルノワールの支援で実現したパリでのプレミアは、工業的にも、企業的にも、大成功だった。マルチプレーンカメラのセッティングをしているライニガー、コッホ、助手のワルター、T ・ TRCK とアレクサンドル・カードン、ライニガーは、ウォルト・ディズニーや、アブ・アイ・ワークスより10年前にマルチプレーンカメラを、考案した。撮影台の上に、 手動のシャッターのついたカメラを固定、レイヤーの効果を出すよう複数のガラス板を置き、背後から光を当てた。この方法は後のセルアニメで盛んに使われた。ライニガーは著書、シャドウシアターズシャドウフィルムズの中で自分のトリックテーブルの作り方を解説している。アクメと王子の冒険の成功を受けて、ライニガーはヒューロフティングの原作をアニメ化した三部構成の ドリトル先生アフリカ行きを制作する。この映画のスコアは、クルトバイル、パウル・ヒンデミット、パウル・デッサウが作曲した。ライニガーは次回作として、モーリス・ラベル作曲、コレット・台本のオペラ、子供と魔法を企画した。映画家権が取れず断念したものの、スポンサーと著作権所有者向けに、いくつかの場面をアニメ化している。ナチスの台頭により、 左翼運動に関与していたライニガーとコッホ夫妻はドイツからの移住を決めた。しかし永住権が得られず、1933年から1944年にかけて各国を転々とした。フランスではジャン・ルノワールを頼った。ライニガーはルノワールのラマルセエーズにアニメで参加。トコッホもラマルセエーズ、ゲームの規則の脚本に協力した。 この間にも、カルメン、パパゲーノなど12本のアニメ映画を制作。第二次世界大戦が始まった時には、ローマのルキノ・ビスコンティのところに身を寄せていたが、1944年、ライニガーの病気の母の世話をするためベルリンに戻る。そこで、ライニガーはプロパガンダ映画の制作を余儀なくされる。戦争が終わり、1949年、ライニガーとコッフは、ロンドンに移住。 ジョン・グリアソンの英国優勢賞映画部のために、数本の CM 映画を撮る。1953年、アクメット王子の冒険のスポンサーだったルイス・ハーゲンの、息子ルイス・ハーゲン・ジュニアと共に、グリム・ローズ・プロダクションを設立。BBC とテラカスティング・アメリカのために、2年間で10、数本の、グリム・ドー原作の短編映画を作る。1963年、夫・コッホが亡くなると、 ドイツに帰国。しばらく映画制作から遠ざかっていたが、1974年から再び撮り始めた。1981年6月19日、ドイツのデッテンハウゼンで死去。82歳だった。1972年にドイツ映画賞のフィルンド・イン・ゴールド賞。1979年にドイツ連邦共和国功労勲章を受賞。 1920年代から1930年代にかけてのライニガーは他のアニメ作家とは異なる独特のスタイルを持っていた。それはキャラクターに関してである。普通、感情や行動を表現するときはキャラクターの表情で見せるのだがライニガーはジェスチャーでそれをやった。さらにおとぎ話に効果的な変身の技術を用いた。ライニガーはアニメーションは 物質界の法則にとらわれないものと考えていた。そのため、ライニガーのキャラクターは、生物学的に正確とは言えないが、表現主義的スタイルには有効だった。この時代、それに似た技法を駆使した作家もいたが、切り紙アニメーションであったため、ライニガーは、より際立っていた。ドイツの中ュービンゲン私立博物館及び、デュッセルドルフ映画博物館。には ライニガーに関する多くの資料が所蔵されており、また常設展示も行われている。イギリスのブフィーナショナルアーカイブでもコレクションが開催されている。2016年6月2日、Google はライニガーの生誕117年を Google d ドゥードルで祝した。ありがとうございます。